まず、この将棋一局を振り返っての高見先生の感想をお聞かせください。1勝1敗で迎えた 第3局で、まあ、あの後手番が羽生九段ということで、どういう作戦を用いるのかなというのがまず注目でした。第1局は一手損角換わりを選ばれたんですけど、第3局の本局は、まあ、予想段階とか横歩取りもよく後手で指されているので選ぶのかなとか、まあ、あとは角換わりをそのまま堂々と受けて立つ手損のない角換わりを選ぶのかなといろいろ考えと予想されていたんですけど、はい、本局はこの4手目に4四歩と突いて雁木模様に、まあ、振り飛車も見せつつの雁木模様にして、まあ、結局その先手の藤井王将の銀を早繰り銀4六に振り出していって攻めていく展開に対して、後手の羽生挑戦者九段、羽生九段がこう迎え撃つというような将棋になって、まあ、封じ手のそうですね、1日目終了のあたりはもう本当にまだまだ均衡が保たれているという感じで、2日目もどうなるのかなと楽しみにしてました。封じ手の後は、封じ手直後は難しかったんですけど、急にちょっと差が開いて、はい、自分たちもちょっとなんでと思ったりもしたんですが、それが自分たちの中で違和感がなくてパーセンテージが開いたというのは、自然な手を羽生九段も指された3三玉という一手が、実はその裏をかかれてしまうような、その手をちょっとのを悪手にされてしまうような妙手順が3手1組であって、それを藤井さんが見逃さなかったので差がついたかなというところです。でもこれは見逃す棋士も多いと思いますなので、それぐらい本当に細かいところでうまくリードしたというところですね。で、昼食休憩再開後の一手が8六風でした、はい。まあ、これは分かりやすくてもう攻め合いに行こうという手ですね。持ち駒がまあ角と歩2枚なんで、まあ、もうちょっと駒があるといいんですけど、それでも嫌味をつけていくことで、後手からその、まあ、攻めてるような感じを出すと、まあ、雰囲気だけじゃないんですけど将棋は、はい、先手のこの銀が入るとこう持ち駒に入るとこうさらに反撃が厳しくなるっていうような局面を作ろうとしています。同歩と取った後、はい、7五歩、はい、ここはまあ一応弱点にはなりますよね。そのそうですね、桂頭ということで、桂頭は一番弱いので、うん、桂馬の頭を歩で狙っていきます。同歩、うん、まあ、この辺りも落ち着いてますよね、藤井さんが。で、7六歩と打ちまして、はい、8五桂。ここは馬の筋が守りに効いてるんですね、8五の地点は。そうですね、もともと歩も効いてるし馬も効いているので、かなり強い形ですね。はい、まあ、気をつけなくてはいけないのはこの打ち込みですけど、まだ駒が少ないということで大丈夫です。そして2六銀に少し驚きの声が上がりました。まあ、もう羽生九段としては攻めていくしかないので、飛車の利きが玉頭にちょっと取りやすくなっても仕方がないなということなんでしょうか。まあ、ここはちょっともうどうやっても苦しい局面というのは正解ってあんまりなくて、その相手が間違えそうな手だったり、はい、焦りそうな手を出して相手が焦ってくれたらその勝負手が正解みたいに結果としてなるので、最善手という意味では、まあ、他の手もあったかもしれないんですけど、それで勝てたかどうかっていうのは、まあ、形勢が悪いと相手が間違えてくれないと勝てないので、そういう意味でこの貴重なもう守りの銀なんですが、相手の一番強い飛車をこう狙っていくことでプレッシャーがかかればという羽生九段の指し方ですね。はい、3八飛とこれも冷静に引いて、そうですね、で2七角とさらに狙っていきました。これは飛車取りで、まあ、次の狙いがこう4七歩成となれてですね、取れば3八角成と取ることができます。でこういう狙いを飛車取りにして焦ってもらうのが一番本当の狙いで、これで焦ってこう飛車を切ってきてくれたりするとなかなか寄せ切るのが難しい、はい、あと3九飛車とこう下に引く手もあるんですけど、4五にこう角がひっくり返ると結構これ手厚いんですね。こう逃げ場が出ますできますし、こう馬がこう出ていく手もあるので、はい、ここの4五の歩を取ることができると歩切れが解消される上に、ここまでもう蓋をされてた出ることができなかったこの4四の地点が開くので、角っていうのは4七歩成り4五角成りっていう狙い、2つの狙いがあります。で両方を防ぐ狙い手っていうのがなさそうに見えるんですけど、この局面で藤井さんが指した手もまたその狙いをちゃんと見破った手でした。2八飛車、はい、
いやこれがねまたいい手で、この局面で4七歩成でこの飛車狙われる、飛車逃げたらこっち取られるっていうのは普通防げなそうじゃないですか、はい、でもこう2八飛車とすると両方防げてるんですよね。4七歩成なら同金として大丈夫ですね、取られないですよ、そうですね、じゃあこっち取れるじゃんって言って4五角成と取りたいんですけど、残念ながらこの銀が浮いていてこう2六飛車と取られちゃうんですね。銀を取られると、はい、でこれで銀がボロッと取られてしまうと、先ほど出ていった銀を相手に渡してこの攻めに反撃に使われてしまうのがかなり厳しい。そしてさらにもうこのあと3七桂とか自然な活用で先手はもう勝ちに近づきますね。もともとちょっと危ない上に駒損してしまっては勝てないということで、まあ、リスクはもう承知で4号の方金で外しました。目の上の単行分の歩をまあ、はい、金で払っていったと。これでまあこの上部が空いたんですが、ここでまたこの自然な駒の活用ですね、3七桂と。そうですね、金あたりですね、跳ねまして、これも逃げてるわけにいかないんですね。逃げるともうこの辺が塞がっちゃうのでなかなか厳しいということで同銀成としました。同金4九角成としまして、でここでまあ反撃の目処もある程度後手も立ったんですけど、馬がいて飛車がいい位置に気がついたらいますね。そして金もいい位置でいます。で2四歩もつける、なのでまず1回2四歩とついて同歩、これで飛車先を軽くしましたね。で玉を詰ますのが将棋のまあ目的、もちろん目的なんですけど、玉を詰ます前に一番大切なのは相手の玉の近くにいるこの金銀を狙うのが一番近道と言われていて、それが3六銀と打ったりですね、これも本当に格言通りというような指し方で、例えばこれで次にこう4五銀と金を取ることができると、一気にこの今まで味方だったのでこの辺は自由に行き来できたところが行けなくなる上に、馬がいるので金を手にすると2三金で詰んでしまうようなかなり早い攻めなんですね、はい、もうすぐ寄りが見えるんですね、はい、なのでこの3六銀に対して、まあ、取っても同金でさらに圧迫されますし、これはもう金をかわしながら相手玉に向かうしかないということで5六金と行きました。ただこれは素人目には馬引かれてなんか怖いような気もするんですけれども、普通は危ないんですが、この場合もう結構前なんですけど8六歩同歩ってついたところありますよね、はい、これのおかげでここの地点が空いてるんですよ。そこに王様の逃げ道ができてるわけですね、はい、突き捨てないとこうなってるわけですけど、まあ、そうしたらまた違う将棋になったと思いますが、こういうふうになってるのが本当に勝ちパターンというか、あの勝ち将棋はいいようにうまくできてるとよく言われますね。この組み立て方がすごいですね、まあ、あと自玉が詰む詰まないの見切りは早いですし、こちらの玉の安全度もすぐに危険と見て攻めていきます。3四歩、はい、同金3五歩、はい、4四で、はい、1回4四金と言いました。これも王手で取られてしまってはいけないので逃げたんですが、落ち着いてますよね。4五歩と、もう銀とか打ち込んで攻めたくなるんですけど、そういうことすると打ち込んだりすると、まあ、取って攻めてくるんですけど、持ち駒に銀があってこう王手で迫ってくる可能性が、はい、自玉が最後危なくなったりすることもあるので、ここはそこまで無理せず4五歩と打って、もう次のこの4四歩がとても厳しい手になるので受けが難しいですね。なので6の7馬と行きました。まあ、引く手もあるんでしょうけど、ちょうどスペースがあるので、はい、いいところに逃げ込みましたね。7玉と。そしてここで金がこうもし5五金と逃げると3四銀で詰みです。詰んでしまいます。4三金と引きたいんですけど、これには飛車を飛び出す手がありますね。2四飛車同玉に2五歩と打って3三玉2四銀2二玉2三銀成で綺麗に詰んでしまいますね。これもやっぱり一分も余らずうまく寄せられてしまいます。4五歩と打たれた局面が
こうこれ以上下がってももう受けがないですし、こう見てもらうと分かるように、先ほどまでは羽生九段がこう抑え込んでたじゃないですか。抑え込んでた形が逆に気がついたらもう藤井さんの方の駒が上からこう抑え返すような形になって、まあ、こうなってしまうと厚みを作ったのも逆にもう苦しくなってしまったなという感じがします。実戦はここで6六金と寄りました。そうですね、もう4四歩と7四歩になりで9七玉と出りまして、これが王手が取っても王手にならないのでしっかり見切った一手ですね、はい、で9五歩とついたんですが、最後は4三金来まして、ここまででまでこれはもう詰んでますね。はい、以下は2二玉と引くんですけど、2四飛車と出まして2三歩で3一銀と1回決めるで1二玉2三詰みに見えるんですけど、これ馬効いてるんで一回こう取られちゃう、はい、同馬同飛車成同玉、そしてここに逃がしちゃいけないのでここに角を打つのが好手です。はい、3四角1四玉なら2五銀までの詰みで、2四玉としても2五歩と打って1四玉1五歩まで、まあ、これが一例で詰みとなります。はい、最後は即詰みです。即詰みですね。というわけで、2勝1敗で、藤井王将がリードしましたが、第4局は再び羽生九段の先手番ということで、2月の9日10日に東京立川市で行われます。第4局についてはどんな将棋になりそうでしょうか。第2局は、第2局と同様羽生九段の先手番に今度なるんですが、第2局は相掛かりの出だしから、まあ、本当に、まあ、ほぼノーミスで先手の羽生挑戦者九段が勝たれたので、まあ、そういう再現となるとスコア的にも2勝2敗でタイになりますし、非常に面白いのかなと思います。第1局と第3局も本当に本局ですね。もう2日目の本当に始まったあたり均衡が保たれている将棋なんですよね。でもそこから突き放すのが藤井さんのうまさで、あれよあれよといううちにどんどんリードが拡大してしまったんですが、第4局は今度は藤井さん藤井王将後手ということで、はい、積極策というよりはもう相手が指してきた手を応じてというところだと思うんで、そのあたりで先手番をどう羽生九段が生かしていくのかの、タイを目指して戦うのかっていうのを楽しみにしています。はい、どうも、高見七段ありがとうございました。ありがとうございました。